ブレイズウッドにようこそ、プロ騎士。いや、店長様と呼んだ方がいいかい？店長様？なんかいいかも。やっと来てくれたんだ、プロ騎士ちゃん。待ってたよ。本当はね、大事なことだからシーザーちゃんは自分でお迎えしたかったんだって。でも今はダイナーの物流ルートのことで走り回ってて、別に昨日の夜私特製のニトロフューエル覇者スペシャルを飲みすぎたとかじゃないから。今や新たな覇者が決まり、ブレイズウッドの生活も元に戻りつつあるけど、どうにも生き生きした活気ってやつが欠けててね。新たな覇者が郊外に来たからにはブレイズウッドも生まれ変わる必要があるだろう。とりあえず私たちの後ろにあるダイナーから始めようってわけさ。たまたまシーザーちゃんも宴会をするつもりだったの。ツールドインフェルノの打ち上げパーティーってやつ。新しい覇者だぞーって郊外に宣言して、カリュドーンのこの理念をみんなに伝えるんだって。でもなんて言ったっけ、王様自立すべし。うちの大将、都会の高級ホテルみたいなのは好きじゃないみたい。私たち誰もお料理できないのにね。私も火起こしならそこそこ得意なんだけどね。他のみんなは先代覇者からの引き継ぎでバタバタしてるし、ダイナーの管理までは手が回らないよ。それにこういう接客業ってもともと私たちの得意分野じゃなくて。それで私とシーザーが話し合ってひらめいたんだよ。プロ騎士がいるじゃないかってね。私たち以外でカリュドーンのこの宴会を仕切れる人がいるとしたら、それはプロ騎士ちゃんしかいないよ。ダイナーの店長？なんだか面白そうかも。飲食店の経営を正しい方に導くのは、地獄から英雄を生還させることよりよっぽど簡単さ。心配しないでプロ騎士ちゃん、何かあったらいつでもカーサが相談に乗ってくれるし、カリドーンの子がみんなでお手伝いに来るから。ひとまずチートピアの鍵をあんたに預けるよ。鍵？でもあのダイナーってまだまともなドアすらなかったような。それじゃあダイナー再建計画を紹介しよう。こちらへどうぞ、店長様。
今日は天気がいいね。チートピ良くなってほしい。天気がいいね。チートピこれくらい良くなってほしいもんだ。天気がいいね。チートピア欲しいもんだ。今日は天気がいいね。やべえぜプロキシー、チーズドインフェルノだ。チーズドインフェルノ？チーズに一体何があったの？チートピアっつってんのにチーズがねえなら、そりゃカリドーンの子にイノシシがいねえのと同じくらい大問題だ。わかんだろプロキシー。重要な貨物を運んでたコンボイがシンダーグローレイクがあるホローの近くで強盗に襲われた。連中コンテナを奪ってフォローに逃げ込みやがったらしい。
あんたの言ってる重要な貨物ってまさかチーズじゃないよね。ダイナーのコンボイには十分な護衛をつけなかったんだ。それがあの強盗どもにつけ入る隙を与えちまった。他の貨物は別にどうだっていいけど、俺様自ら新エリートで選んだ高級チーズと郊外で開拓した生鮮食品のルートは、チーズにしろダイナーにしろ連中が俺様の宴をとことん邪魔する気でいるのは分かった。こうなりゃこっちも容赦しねえ。もちろん火の湖の暑さで灰になっちまう前に取り返せるのが一番だ。そういうわけだからよプロクシー、さっさと出発するぜ。物流ルート上の脅威を片付けなきゃダイナーの経営だってうまくいかねえんだからな。ただじゃ済まねえって思い知らせてやろうぜ。カリドーンの子を舐めてかかるやつも、神聖覇者に喧嘩を売るやつもな。なぜならチーズこそ力だからだ。最後のはルーシーに教わったんだぜ。ジートピアは今日から営業再開だよ。
今日は天気がいいね。チートピアの景気もこれくらい良くなってほしいもんだ。チートピアは今日から営業再開だよ。よ、ノックの一つでもした方がいいとは思ったんだが、ドアらしきものがなかったんだな。ここがダイナーってわけだな。大将肝入りの宴会場で、ブレイズウッドにおける神聖覇者の私有財産、伝説のプロキシパエトーンが自ら経営する秘密のアジトなのか。はっきり言うが、血と染みったれちゃいないか。ちょっと、そこまでひどくないでしょ。ユートピアは一日にしてならず、チートピアだって同じなんだから。私が引き継いだばかりの頃に比べたら、これでも結構豪華になったよ。あんたの言う豪華はだいぶ郊外寄りだな。随分こっちに馴染んできたんじゃないか。俺が来たのは大将と管理人兼お嬢様たっての依頼さ。何か手伝えることがないかとな。誰だ、ここをブレイズウッドの島だって知ってた嵐に来やがったのか。ああお前か。お前なかなか骨がありそうだな。この村人 A はどちらさんだ。誰が村人 A だよ。よく聞け。俺はな、ブレイズウッドの町長の実の弟であり、神聖覇者カリュドーンの子の物流社員で、ブレイズウッドの将来有望なるダイナーチートピアの名誉顧問だ。ドリアンっていうの。こう言ってる通り、よくブレイズウッドをブラブラしてるよ。なるほど、要は暇人か。実は俺も若い頃、店長が言うのはともかく、なんでお前にまで言われなくちゃならないんだよ。だいたいその赤いマフラー、それを巻いていればライトさんみたいになれると思ってんのか。お前みたいな偽物には本物のカリドンってやつを。なんだ、本物のライトさんだったのかよ。いや、さっきのは誤解だって。実はダイナーのドアについては前々から仕入れプランを考えててさ、郊外のホローの奥深く、エーテリアスとモンスターであふれかえる遠く険しい道のりの果て、深い峡谷や危険な谷を抜け、茨や名夢を越えた先に豪華で立派な古い酒場がある。そこはホローに飲み込まれる前は郊外中の若者が集まる場所だったらしいぜ。そこの扉を外してチートピアに持ってくれば、噂を聞きつけた客が集まってくると思わないか。つまり何か。邪魔くさいエーテリアスをぶん殴りながら、エーテルまみれのホローの奥に分け入って、古い酒場のオンボロドアを拝借してこいと。その通り、さすがはライトさんだ。すぐに理解してくれたな。面白そうだ。一口乗った。たかがドア一つに、そんな面倒で危ない方法を選ぶ必要なくない。大将に言われたのさ、全力で助け合えってな。どう報告したもんかと思ってたが、ちょうどいい話がドアの向こうから転がってきたわけだ。心配無用だプロキシー、拳で解決できる限りは大した問題じゃないからな。
我はここだ。 Thank you.
天気がいいね。ちゅうほしいもんだ。今日は天気がいいね。チートピアの景気もこれくらい良くなってほしいもんだ。
ートピアは今日から営業再開だよ。主演、主の匂いを…えい、隙だらけよ。えい、奇襲か。えい、
今日は天気がいいね。チートピアの景気もこれくらい良くなってほしいもんだ。チートピアは営業中だよ。これなら。